三回忌はもう済んだの？ええ、無事に終わりました。ごめんなさいね、行けなくって。お店ほっとけなかったのよ。いや、いいんですよ。あいつも随分おかみさんには世話になってますから。早いわね、もう2年経つのか。ええ。陽子ちゃん、黙って行っちゃったわね。ええ。やっぱりあなたに一言も言わないで。ちょうどまだ出張先で取材してましたし。そう。仕事をよっぽど辞めようかとも思ったんですけど、やっぱり今さらね。じゃあまた始めるの？ええ、またしばらく留守にします。行き先は決まってるの？まだなんですよ。まあ、ブラッド。じゃあまた会えなくなるわね。でもよかった、また仕事始めてくれて。気持ちに区切りができたんですかね。そう。開いてますか？ええ、どうぞ。やっぱりご迷惑でした？いや、どうかそのままで。よろしいんですか？ええ、本当に結構ですので。あの、すみません。その、ある人によく似ていたもので。これからお仕事ですか？ええ、まあ。あなたはどちらまで？私ですか？ちょっと大事な約束があるんです。今何時か分かりますか？ええ。ごめんなさい。
もう一体今何時だと思ってるんですか。どうしていつもこの大事な時に。だから謝ってんじゃん。ギャーギャー言わないでよ。何ですかその言い草は。また変な男連れてくるし。違うのよ、今回は向こうがついてきたの。それにさ、時間まだたっぷりあるじゃん。なんてことを。やらなければならない準備は山ほどあるんですよ。ああ、そうですか、そうですか。もしかしてまだ体を清めていませんね。ちょっと、私はプロよ。あんたまた遅れたわね。ほらほら、行きますよ。今日は一体何をやるんですか。あのね、ある特定の日で、ある特定の場所でしかできない術があるの。私たち占い師の古くからある呪文でね、とにかく古い言葉だからまだよくわからないんだけど、それを今日またトライしようってわけ。でも前回も私たち失敗してるのよね。なんでダメだったんですか。この前は私が寝坊したの。休憩、疲れちった。結構遠いよね、ここ。あいつよくこんなとこ見つけたね。二人とも何のんびり休んでるんですか。早く手伝ってくださいよ。かったる。相変わらずね。あいつさ、ちょっと売れてるからって態度でかいよ。結構流行ってるらしいよ、彼女のお店。ねえ、あいつが独立してから急に私の店暇になったんだけど、どういうこと。今日晴れてよかったね、雨降んなくて。ちょっとラッキー。雨降ればずっと寝てられたのに。私ね、今新しいの始めてんだ、占いダイエット。これ受けるよ。やっぱ男欲しいな。いないかな、いい男。なんか会うたんびに言ってない。今日なんか立派に生贄一匹連れてきたじゃん。わし本当にここでいいの。知らない。
ああ。ねえねえ、火貸して。火貸して。運命の女神よ、運命の嫉妬深きお前の顔を曇らせるは何故か、嫉妬深きお前の顔を今我らは答えを求めん、曇らせるは何故か、遥か過ぎ去りし現へ、今我ら答えを求めん、蘇らせろ遥か過ぎ去りし現へ、時の流れを止め、はるか過ぎ去りし現へをよみがえらせろ。これでいいの？ちょっと待って。アダブラカタブラ。じゃあ4回。アダブラカタブラ、アダブラカタブラ、アダブラカタブラ、アダブラカタブラ。これで終わり？多分。じゃあもういいのね？多分。本当にいいの？多分。さっきの呪文、あれでよかったんだよね。多分。何も起こらないよね。やっぱり日頃の行いのせいかしら。何分経った？10分。やっぱり部外者がいけなかったんじゃない？すいません。結局何にも起こらなかったね。ねまた失敗か。やっぱ日頃の行いよね。せっかくですから写真でも撮りますか。お、写真いいね。撮るイエーイ。お、写真やったね。私真ん中。せーの、イエーイ。はい、行きますよ。はい。じゃあね。今度いつ会えるの？行っちゃった。ここでいいよ。ありがとう、送ってくれて。今日はごめん、なんだかお邪魔しちゃって。気にしないで、いつもあんなもんなんだから。ありがとう。じゃあこっちまっすぐ行ったら生きてるから。私こっちだから。じゃあね。陽子。
今日は失敗なんかじゃなかったよ、幾代さん。俺、ちゃんと会えたから。これでやっと、あいつに別れが言えるよ。じゃ、さようなら。トールさん？じゃあ行ってきますね。なるだけ早く帰ってくるから。
邪魔。ねえ、このさ、なんとかふ頭って船の出るとこだよね。そうよ。どんな船？知らない。ふーん。ねえ、どうやって行くの？ひろこさん。何？俺って邪魔？何バカなこと言ってるのよ。二度と言わないでね、そんなこと。俺の親ってどんな顔してた？知ってんでしょ？そうね、啓太さんはお母さんにね。でも、性格はお父さんそっくり。ふーん。急にどうしたの？変な人？ごめんください。まあ、ようこそおいでくださいました。これよろしかったらどうぞ。すいません、どうぞお上がりください。お邪魔します。やけに涼しくなりましたね。そうですね、でもまだ日差しは強いですよ。それでもだいぶ過ごしやすくなったでしょう。今日はね、お前と折り入って話がしたいと思ってね。どうだね、お前もそろそろ将来のことを本気で考えても良さそうな年頃だ。いつまでもこのままで行くわけにもいくまいやな。あ、どうだろう。なんなら私が一切面倒見たっていいんだよ。返事をしてくれないか。
何か言ってほしいんだが、まあ焦る必要もないよ。じっくり考えるといい。何君？あの募集見て一緒に連れてってほしいんですけど。君がパスポート持ってる？はい。15万はかかるけど、いい？はい。そう、今夜出発だから、またここにおいで。あの、他に何人ぐらい参加するんですか？今んとこ、君入れて3人ぐらいかな。ああ、それから荷物はできるだけ少ない方がいいよ。
お前さ、時間守ろうっていうこれっぽっちもねえだろ。いやー、悪い悪い。お前、釣り竿は？忘れた？ったくよ、信じらんねえよ。何しに来たんだよ、俺たちはよ。まあ、そうむくれんなよ。せっかく最後の休みだってのに。ああ、日に焼こっかな。肌白いし。お前、どこ行くんだっけ？砂漠よ、砂漠。石油の宝庫。今一番やばいとこ。あそこら辺の民族紛争ってよくわかんねえよな。いい加減仲良く暮らしゃいいのに。いろいろと難しいんじゃないの？差別とかしてくるかな。だろうね。現場行ったら全身油だらけになりそうだな。タバコは遠慮してけよ。吸わねえよ。ああ、どうせだったらもっと治安のいいとこ行きたかったな。巻き添えはごめんだぜ。疫病よりはマシだろ。まあね、お前に比べりゃ楽かもな。腹減ったな。誰だよ、釣り竿を忘れたバカ。しげる、行くぞ。おい、さっさと行けよ。おい、危ねえ。何て来たか。てめえ、やろう。うるせえ。
焼けちゃった。ヒリヒリする。行こうぜ。さっきの姉ちゃん、今にも死にそうな顔してたな。ん？ああ。明日何時だっけ？ん？明日何時だっけ？ああ、3時頃じゃねえの？朝の？起きられっかな。お前まさか今夜寝るつもりかよ。うん。車の鍵さ、お前に渡したよね。なんだ？知らねえよ。おいおい、さっき渡したじゃない。何のことだよ、知らねえって。マジかよ、どこにあんだよ。ねえよ。参ったな、本当にお前知らねえの。持ってねえって。もしかしてさ、俺の財布持ってるのお前だろ。知るか。